ちょっと2杯目です。じゃあちょっとギターを一曲弾きますね。歌も歌えますよ。まあ、これはあの大体皆さん今日ね、あの大体あの世代は分かります。決してお若い方ばっかりではありません。そしたら、まあ、大体あの皆さんも口ずさんで、いただいてね。じゃあ、 あのかぐや姫の妹ね、妹よ歌ってください。襖一枚隔てて今小さな寝息を立ててる妹よ。お前は夜が明けると雪のような花嫁衣装を着るのか。妹よお前は気量が悪いのだから、俺は随分心配していたんだ。あいつは俺の友達だから、たまには三人で酒でも飲もうや。妹よ父が死に母が死にお前一人。皆さんが歌ってくれているんで、あの口見ながら歌詞をあの思い出しているんで、もうあの下宿で弾いてる感じでお願いしますね。まあ、似たようなコード進行で、汽車を待つ君の横で僕は時計を気にしてる。季節外れの雪が降ってる。東京で見る雪はこれが最後ねと寂しそうに君がつぶやく。名残雪も降る時を知り、ふざけすぎた季節の後で今春が来て君は綺麗になった。去年よりずっと綺麗になった。動き始めた汽車の前、あのユーミンの卒業写真。皆さんも歌ってくださいね。悲しいことがあると開く川の表紙、卒業写真のあの人は優しい目をしてる。街で見かけた時何も言えなかった。卒業写真の面影がそのままだったから、人混みに
に流されて変わってゆく私を、あなたは時々遠くで叱って話しかけるように揺れる柳の下を通った道さえ今はもう電車から見るだけ、あの頃のいい。なんかいろいろ思い出しませんか？いい思い出ですか？いい思い出ですか？悪い思い出ですか？もう一回、もう一曲ちょっと調子に乗って、高校1年の時に流行った歌ですね。まあ絶対皆さん知ってますよ。歌ってください。まあ、なかなか男性が歌うことはないと。これコードがハイコードになるんだよな。アンリさんのオリビアを聴きながら。気に入りの歌一人聴いてみるの、オリビアは寂しい心慰めてくれるから、ジャスミンティーは眠り誘う薬、私らしく一日を終えたいこんな夜。出会った頃はこんな日が来るとは思わずにいた。Making things better 言え済んだこと、時を重ねただけ、疲れ果てたあなた、私の幻を愛したの。眠れぬ夜は星を数えてみる、光の糸をたどれば浮かぶあなたの顔、誕生日にはカトレアを忘れない、優しい人だったみたいけれど、おしまい。夜更けの電話あなたでしょう、話すことなど何もない。方がいいなっていう歌が一曲あってやるわこれね、昨日飛行機の中でたまたまiTunes がですね私にプッシュ紹介してきて、
これ何かというと石川さゆりさんの元ハント、一緒に歌ってもらえます？夜明け間近ってやつですよ。夜明け間近、北の海も波、夜明け間近、北の海は波もある。夜明け間近、北の海は波も荒く、心細い旅の女泣かせるよ。ほつれ髪を指に巻いて、ため息通り過ぎる景色ばかり見つめていた。もうやめたくなってきたな。熟仲間で恋を知らず、熟仲間で恋を知り、あなた、あなた訪ねて行く旅は、夏から秋へのノート半島。やめた。でこのね、石川さゆりさんのこの歌をプッシュ通知来た後に何が来たと思います？その後のプッシュ通知、これはね、もうね、歌いたいんだけども絶対歌えないんで、もうちょっと落ち着いたら歌おうと思って、花は咲く。石川さゆりさんの花は咲くがね、この辺りにポーンと来てね、私あの唐津のホテルであの布団かぶって泣きながら聞きましたよ。本当に。いや、花は咲くもね、まさかこういう僕らにとってね、それは東日本大震災の復興ソングですよ。まあ、もちろんそれはそうなんでしょうけども、違う歌になっちゃったんでね、石川さゆりさんのね、花は咲く、もう素晴らしかったですね。はい、ちょっと失敗して終わったんで、もうあのライブ配信は終わりたいと思うんで、じゃあちょっと成功する歌を一曲やって終わります。でその後はあの動画配信できないあの話をします。まあ、これはあの空で大体わかります。忘れてしまいたいことや、どうしようもない悲しさに包まれた時に、男は酒を飲むのでしょう。飲んで飲んで飲まれて、飲んで飲んで飲みつぶれて眠るまで飲んで、やがて男は静かに眠るのでしょう。忘れてしまいたいことや、どうしようもない悲しさに包まれた時に、女は涙見せるのでしょう。泣いて泣いて一人、泣いて泣いて泣き疲れて眠るまで泣いて、やがて女は
静かに眠るのでしょう。は以上ということで、終わらせていただきたいと思います。あと30分、YouTube で喋るとバンされることをお話をしたいと思います。じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。でちゃんと放送終わってね。